い、では続いて、ソラ先輩、まあでもスバルとソラ先輩もマブなんでソラって呼ばせていただくんですけど、スバルからで見たですね、ソラへの印象としてはですね、もうホロライブ最強アイドルということですね。もうやっぱね、光り輝いてますでしょうという。そしてですね、多分ソラはド S ということは最近のコラボでおそらくソラはド S なんじゃないかということがスバルの中で、最近まことしやかに言われてるんですけど、まあちょっと楽しみですね、このゲーム大会どうなるか。そしてスバルの、でもそんなド S のソラ、ド S とごめんね、ド S のソラはまずい。ソラ先輩のね、好きなところはもうスバルがね、常にビビってるとスバルちゃんって言って話しかけてくれるところ、そんなところがスバルは好き、チュキ。はい、そしてチームでのソラのイメージはですね、もうスバルはこれマジで期待してるんですけど、もう麗しきド S さで相手に精神攻撃をかけてほしいということで、もうね、これをね、もうしてくれっていうのをずっと思ってる。いや、なんか結構ね、すごいフランクなんだけど、その太鼓の練習の様子とか見て、あ、こりゃーやるねみたいな、結構ね、熱がけの空いるんじゃないでしょうか。ちょっとコジがすいません。もしもし、お名前をどうぞ。時の空でーす。キンちゃーん、空先輩、キャーン。お元気ですか。元気です。ちょっと久しぶりだからそっから行こうかなと思って